シクラメンの香りイントロの弾き方をご紹介します。なお、この動画では一緒に弾く場面を設けませんので、動画を繰り返し再生され一緒に弾いて練習を重ねてください。本編ではメロディー部分を簡単なピック弾きでご紹介しましたが、オリジナルではアルペジオ、つま弾きで演奏しています。アルペジオで解説してほしいというお声もありますから、ここでは各パートをアルペジオ弾きとピック弾きの両方でご案内します。お好みに応じてご活用ください。イントロ解説はタブ譜も使ってご案内します。6本の横線は弦を表しています。一番上が1弦、一番下が6弦です。数字はフレットを表しています。例えば、スタートの0は6弦の0フレット。何も押さえない開放弦を弾くという意味。次の2は3弦の2フレットを押さえて弾くという意味です。最初の2小節は同じ手順を2回繰り返します。使うコードは変則的なもので、人差し指で3弦2フレット、薬指で4弦4フレットを押さえて準備します。1小節目は大きく3つの動きから成り立っています。まず1つ目の区切りから。6、3、2、1と弾いて、次の区切りは、人差し指を離して、3、2、1。次の区切りは、4、3、2、1、2、3と弾きます。これを通しでゆっくり弾いてみると、6、3、2、1、3、2、1、4、3、2、1、2、3。これを2回繰り返して、もう一度。これをピックで弾いてみると、3小節目、ここは左手 Am コードです。5、3、2、1。次は人差し指を離して、2、3。これが前半分。後ろ半分は、5、4。人差し指をハンマリングさせて、2弦1弦。3弦。ゆっくり通しで弾いてみると、ではややアバウトになります。4小節目は B7 を押さえます。5弦、4弦をハンマリングして、3、2、最後は下3弦をジャラン。通しで弾いてみると、ピック弾きはややアバウトになります。ゆっくり弾いてみると。では全体をアルペジオでゆっくり弾いてみます。はややアバウトです。ではゆっくり弾いてみます。では後半全体を分割してアルペジオで弾いてみます。ではピック引きで一区切りずつをゆっくり弾いてみます。こちらはややアバウトな音になります。弾き方解説は以上です。なお、完全コピーではありませんが、画面に表示したタブ譜を PDF データでご用意しておりますので、動画下概要欄よりダウンロードしてご活用ください。